はい、セールスマッチング電子ファインダーの2回目の説明をしたいと思います。前回説明した時よりもですね、機能が増えてますんで、そこを中心に説明していきたいと思います。これが新しい画面ですが、違うところはこの左側のボタンですね、5つ並んでますが、サウス、イースト、ウエスト、ノース、トップとありますが、カメラの大体の方向を指定していただくと検索時間が早くなるというものです。例えばサウス、これ南側ですが、南側大体横角120度の範囲内で検索します。同じようにイースト、ウエスト、ノース、それからトップというのは高度45度以上の天頂付近で検索します。大体検索時間が3分の1ぐらいになります。指定しなくてもですね、検索できるんですけど時間がかかるということです。それでは実際にやってみましょう。今白鳥座が映っていますが、この時間だと天井付近ですので、トップで指定して、それからサーチしてみます。はい、マッチング成功しましたね。はい、 OK で、はい。それからもう一点、ですね、新しくなった機能として、前回ですね、この N の方向、北の方向を正しく設定してから検索してくださいということでしたが、赤道儀の、テレスコープイースト、ウエストを、頻繁に切り替えたりしますと、どうしても忘れてしまったりします。その都度切り替えなきゃいけないので、また分かんなくなってしまう時もあると思いますね、どっちが来たか。その場合でもですね、再検索しなくてもいいようになっています。それではやってみましょう。今 N がこれ右側向いてますが、これを逆に向けてみましょう。これですね、ちょっと製図は一旦クリアして、今 N が間違った方向を向いてますが、この状態で、サーチしてみます。はい、当然マッチング失敗するんですが、ここにNS 反転ボタンがありますんで、ここをタップしていただくと、はい、正しい製図が出ましたね。ですから間違ってしまってももう一度1から検索し直すことはないということですね。はい、はい、こんな感じですね。はい、もう一つのですね、変更点として、この固定モード、フィックスモードですねに移行する際ですと、前回の説明ですと、ここタップすると対象天体を入力する画面が出てきて、それで設定するんですけども、マッチングモードで製図が表示されている状態でフィックスモードに移行すると、この製図がそのまま固定されます。はい、こんな感じですね。はい、固定モードではですね、映ってる星とは関係なくもう一定の製図が表示されるっていうことですね。それから固定モードではこのようにですね、実際に映っている星にこの赤丸がつきます。これがないとですね、星が本当に分かりづらいんで、小さすぎてですね、8ミリレンズなんで、星がすごいちっちゃくなってしまって分かりづらいんで、赤丸で表示されています。これ消すこともできます。パラメータのコンディションのスターマークをオフにしていただければ、このように赤丸は消えます。はい、一旦マッチングモードに戻ります。これに製図がですね、表示されてない状態でフィックスモードを、タップすると、このように対象天体の入力画面が出てきます。例えば M42 ですと、こんな感じですね。はい。二通りあるっていうことですね。もう一回やってみましょうか。マッチングモードに戻して、サーチ。
このように製図が表示されている状態で固定モードに移行した場合は、この現在の製図がそのまま固定されるということですね。はい、これでフィックスモードに移行しました。ですから、大体のですね、製図をですね、マッチングモードで表示させておいて、実際の導入はこのように固定モードでするっていう使い方ができると思います。それから最後にですね、自動導入アプリとの連携も、できます。今向いている方向のこの座標が出てますけども、ここを同期させた状態で、自動導入アプリを起動させることができます。やってみましょう。この状態でパラメータの Go To をタップしていただきますと、自動導入アプリが、すぐ起動して、しかももうすでに同期されている状態で起動されてますんで、見たい、導入したい対象に合わせて、まあ、あとは GoTo ボタンを押すだけで、はい、こんな感じですね、自動導入できます。はい、完了ですね。はい、こんなところです。